最も有名なシュトルモビークの一つであるイルマイナスに、シュトルモビークは、老農赤軍、ソビエト連邦軍、ロシア連邦軍など、ロシア圏で用いられる、軍用機の寄縮文の一つ。略語としてはしばしば種が用いられる。シュトルモビーク、シュトルモビク、シュトルモビクといった表記をされることもあるが、当記事では、シュトルモビークで統一する。という語は、一般に、 襲撃するものを意味するロシア語の名詞で、ドイツ語系の名詞から作られた動詞から作られた語である。したがって、ロシア語内では攻撃機以外により一般的な意味で使用されることも多く、航空機名としても単に襲撃するものという意味で使用され始められたと考えられる。現代においては超音速ジェット戦闘機よりも小型で軽便な、 西側諸国の高等練習危険系攻撃機に相当する機体も含まれる。そのため、日本語として最も適当なわけは、襲撃機であるが、攻撃機と訳されることも多い。また、個々のシュトルモビークによって性格が異なることもあり、戦闘爆撃機や爆撃機、あるいは急降下爆撃機と訳される場合もある。こうしたことから、 急降下爆撃を任務としないシュトルモビークでも、急降下爆撃機と翻訳されるという弊害も生じている。逆に、急降下爆撃機と呼ばれる AR-2 やポリエチレン -2、ツ 2, 2などがシュトルモビークと呼ばれることは、まずない。一方、第二次世界大戦前半にソ連軍の主力対地攻撃機としてシュトルモビーク的役割を担ったス -2 は、 近接爆撃機、または軽爆撃偵察機と分類されている。また、ソ連には他に攻撃機や戦闘爆撃機という寄宿分もある。前者は主流にはならなかったが、後者は特に Z 機時代、数多くの機体が開発、使用された。また、イルマイナスにのみを指して、シュトルモビークと呼ぶことがあるが、これは、 い -2 が最も有名なシュトゥルモビークであるためで、これがこの機体の固有名称というわけではない。シュトゥルモビークとして開発された初めの機体は、1928年2月から計画された TSHBE や同時期に開発され1931年に初飛行した TSH-1 などで、前車は大型の単容機、後車は小型の副容機であった。 前者は計画に終わったが、後者からは TSA-1-2 などの発展型がいくつか製作され、1930年代中盤の SSS や DI-6 種などの開発、配備まで使用された。なお、1930年代後期以降の大日本帝国陸軍においても、既存の軽爆撃機と異なる新規縮分として襲撃機が存在している。 この計画によって誕生、量産された99式襲撃機は重爆撃機と同じく航空撃滅戦に特化している軽爆撃機と異なり低空域にて敵地上軍の攻撃、友軍地上部隊の支援に比重を置いた地上攻撃機に相当するものであった。また、暴露タンクにとどまらず機体用部に本格的な装甲を施すなど日本陸軍の 襲撃機は運用思想、設計思想ともにシュトルモビークに相当する区分である。東側諸国で開発された航空機のうちシュトルモビークと分類されるものの年代順位の一覧。日本陸軍において襲撃機に分類されていた航空機の一覧。ありがとうございます。